さあ、夏休み、気をだけこう、こう。夏休み終わっちゃいますよ。夏が終わんないうちにやりましょう。これよくわかんない。反出生主義者はマインドアップロードを肯定的に受け入れると思いますか？それとも新たな苦痛の可能性を懸念すると思いますか？これよく意味が何主義ですか？何主義者？反出生主義。出生で生まれるという意味。これなんか小説で読んだことありますよ。反出生ってなんか。どういう意味ですかね、反出生。反対ということですか？反対の反ですよね。違いましたっけ？出生しない方が、人間が生まれてこない方がいいみたいな。ああ、生まれてこなければよかった。そういう意味か。うん。だったんじゃないかな。反接種主義ってありますね、確かに。ありますね。ウィキペディアに見出しありますね。アンチナタリズム。出生に反対するね、やっぱりね。なるほど。これはちょっと、あんまり知らない。みんな知らないですか、ね。ショーペンハウエル。ということは、すぐに これに対する答えが出る。もう、質問を解釈するだけでもう大変みたいな。どういうことなんです？それが、質問は何でしたか？いや、反出生主義者はマインドアップロードを肯定的に受け入れると思いますか？なんか書いてありそうですよね。人間、物理的な人間が生まれない代わりに、マインドアップロードなら、許されると。ええ、基本だから、あれですよね。不老不死なんて話してますからね。うん。不老不死っていうのはもうこれ以上ちなみにね、老化や死がなくなるという事態は人間の性の価値観にどのような影響を及ぼすと思いますか？まあこれみんな一貫してるよね。うん、同じような話の感じもしますよね。どうなるんでしょうね。特にね、老化や死がなくなることが望ましいか。で、人の中にはね、いや、老化や死があるからいいんだみたいなこと言う人がいるじゃないですか。だから老化があって死がないっていうのはこれちょっと辛いよね。苦しむだけで永遠に続くみたいな、それちょっと嫌ですね。で、老化がなくて死が、まあ、現状ならね、老化がなくて死があるっていうのが、まあ、望ましいと思うわけだけど。だけどね、寿命ってどんどん伸びていきますよね。まあなんか150ぐらいまでいけんちゃうかみたいな話も最近出てきてますけどね。うん。あ、僕ね、これでね、こう思うんだけど、もし仮にね、まあ、極端に死ななくなったとするじゃないですか。ただ、この時にね、地球上のね、全員がそうなるとは思えない。金持ちだけだと思う。だから、イーロン・マスクはビル・ゲイツは死なない。例えばね。だけど、しもじもは死ぬ、で今の世界はね、ね、大金持ちも貧乏人も、ものすごい格差があるんだけど、このいつかは死ぬって点だけでは平等じゃないですか。だから、例のあの、アップルの、スティーブ・ジョブス、スティーブ・ジョブもね、ものすごい金を儲けたと思うんだけど、早く亡くなったわけじゃないですか。ある意味これは究極の平等じゃないですか。人が死ぬってことは。それがね、将来ね、この平等さえ破れるんじゃないかって気がする。まあ、不老不死もね、割と、20年、30年くらいで視野に入ってくる可能性というのが、あるんですよね。そうなった場合に、まあ、もちろん今のね、その特定の大金持ちだけが、不老不死になるって言うんだったら、この庶民の、この、生死の問題ですね。あんまり変わらないかもしれないですけども。そこで言ってるのは、むしろもっと多くの人が、不老不死になってった場合に、新たな人、生まれてくる意味というのは何なんだろうか、みたいな話ではないでしょうか。僕はね、極端に言って全員が不老不死なんて、それはそれでいいんじゃないかと思うんですけど。いいと思いますね。で、そこで生まれてこなくたっていいと思いますけど。私は生まれてきてもいいと思いますけど。いや、生まれてきてもいいけど。生まれてきてほしいなと思う人は、産んでもいいですし、まあ、地球全体のなんかリソースのキャパの範囲ですよね。地球資源の範囲で、この不老不死の人と、新たに生まれてくる人との数のコントロールみたいなのが必要になってくる。ポストが空いたから生まれていいよみたいな。ああ、やっぱいっぱいになってくるとそう。みたいな。
あの、そのね、リソースの問題と今おっしゃいましたがね、今ね、今我々がね、リソース食ってんのはね、例えばさ、通勤するとか、うん、で、だから僕、前、いつも言ってる、明るい寝たきり生活ね、あの、マトリックスね、だからみんな寝てるんよ。だからエネルギーは最小限の処理の、うん。スペースも大していらないっていう、なんか、たった1畳あればいいみたいな。だって、ほら、コンピューターの計算パワーですね。あれは電力むちゃくちゃ、まあ、でも、電気ももしかしたらコスト安くなるかもしれないじゃないですか。うん、そう。それはだから、コスト安くなるのは理想ですけども、うん、今で言うと、やっぱコンピューターの中で生きるっていうのも、うんうんうん、大きなリソースを食うと、コンピューター、はい。現状なのね。現状なのね。まあ、それもだから、シンギュラリティで科学革命が起これば、すごい低コストで、うん、ね、すごい計算パワーを実現できるかもしれない。そういうのは割と、ね、実現しやすいテクノロジーだという感じはしますけどね。だから核融合とかなんとかね。そうですね。僕はね、核融合もいいけどさ、サウラー砂漠を全部ね、太陽電池で埋めちまうと、みんなことも妄想するんだけどね。ね、映画でありましたよね、そういうやつね。そうですか。トランセンデンス。ん？トランセンデンス、うん、そこまでやったかな。なんか砂漠みたいなところに太陽電池、うん、なんかでかい太陽電池作ってました、ね、アメリカの砂漠に、さあ質問に全然答えてない。難すぎます。質問難しいですよ。一人一個にしてほしいです。はい、だから、ね、答えないです。大丈夫です。どんどんお寄せくださいっていうか、もう終わりなんで、はい、また来年のこのコーナーをお待ちいただければと思います。